ガクですと、本日のゲストこちら、せーの、 We are Team ホワイト、タロー、タミカ、バカマリさん。いやー、というわけで本当にめちゃくちゃ、いや、その日常の動画としてはコラボ久しぶりなんです。久しぶりです。だから今回ね、はい、ホワイトのみんなと USJ に来てるぞー。俺らも久しぶりに来たね。久しぶりに来ました。ユニバめっちゃ久々。あ、そうなん、あんま来ることない。はい、それもやってたちょっと並びに行く。企画企画企画。今回はですね、はい、こちらの USJ で10万円使い切るまで帰れます。やっていきましょう。贅沢。ちょっと待ってください。10万円ですか。10万円。いや、やっぱり1人か2人ぐらいで1万やってるやんか、はい、8人おるわけよ、はい、10万いけるでしょと。そう、伏線ですか。伏線、伏線です。どこ、もしかしてまだどっかにいるんですか。そう、今回言って、ほんまや、まだおるんでしょ。ヤンキーに絡まれたりしません僕たち。前回も西成10万円使ったやつ。西成10万円やったんで10万円にはちょっと敏感なんです。確かにね、10万円に10万円にトラムラ、トラムラ今回大丈夫ですね。え、怖い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 。ということで今回はですね、はい、4-4に分かれたいと思います、はいはい、だからさっき10万円使い切った方の勝ち。なるほど。でも10万円は8人で10万円やから5万5万で分けます。なるほど、なるほどね、はい、で、まあちょっと僕とこっちゃんがまあリーダーとしていかに誰が食べれそうなのかっていうのをちょっとメンバーを決めていきましょうか。はい、さっきじゃ決めていくか。はい、グーじゃあ来い。はい、しょショック。いやー、けどここはちょっとショックなんで、多分あまりずやったらやったー。やったー。次、じゃあ、ショックいいですか。あまりさ、いや、なんでやねん。あまりさ、お前おかわりもあるよ。え、あげんやるよ。色変わってスマブラみたいな。ちょっと薄くなっちゃう。そうそう、2体目は。あー、じゃあどうしようかな、今回。じゃあ、えんちゃんで。やったー、ごはん。素敵。ごはん。えんちゃんはあえて取らなかったです。ごはん。あとはこんな感じで、私のチーム、たけやき、えんちゃん、MC、若葉、こたつ、太郎、みかわりでーす。よろしくお願いします。ちょうどいいバランスしちゃいました。まあいいんじゃない、意外と。ご飯、ご飯、でしょ、ご飯、ご飯、ご飯しか売ってない。本当にもう自由に使っていいんですね、もう。今回はやっぱり、はい、こんだけメンバーおるって言っても食べ物じゃきついと思うんで。確かにね。皆さん自由な格好して、うわっ、うわ、それが USJ に来る格好。あらら、ちょっとなんかカボリを覗いてな。本当、クールジャパンに従ってる。テンション上がっちゃって、やったと思って。あ、でもここからね、あの好きに着替えてください。あら、コスプレを買ってください。コスプレありですか。はい、もちろんじゃん。コスプレお土産ありです。やっと。で、最後の1万円は8人で食べたい。あ、いい。なるほどね。なので厳密には4万5000円先使ってください。なるほど。4万5000円を先使って食べきったら相手のリーダーに電話してください。じゃあ先電話した方が勝ち。なるほど、なるほど。電話したらもうそれで終了ってこと。じゃあ先頑張って4万5000円、はい、で、10万着早速やっていきましょう。たけやきショー。おいおいおい、いくぞ。はい、やっぱりパイセン、お願いします。パイセン、どうした？お腹すいた。お腹すいた。うん、いいよ、いっぱい食べて。ご飯食べよう。ご飯食べようね。ご飯食べよう。いや、でもやっぱりこうそれぞれさ好きなキャラクターあると思うから、やっぱ好きなキャラクターのコスプレ着ようよ。え、何が好き？そもそもダンボ。ちょっと待って、ディズニーやめようか。それはダメだって。ぶち殺すお前。え、好きなキャラクター？今なら圧倒的ハンターハンター。 MC ユニバーやったらシュレック。マジ好きなんですよ。あ、そうな、ほんまのやつなん。いや、とりあえずお土産屋さんまで行って選び合いしようや。なんか自分が好きなの選ぶってなんかちょっと思んないやん。確かに。で、誰が誰に選んであげるとかさ、グッパーして決まったその2人が選び合いみたいな。グッとおっぱ、ウッとおっぱ、俺と MC が。じゃあちょっと一緒に選ぶわ。はい、お願いします。 MC のコスプレをね、はい、逆に選んでね。了解です、了解です。逆に、え、なんか頭抱えてる。なんでもええねんな。やばい。なんでもええねんな。恥ずかしくなければ。オッケー、恥ずかしいやつで。はい、ということで、よいしょ、若津チームサイドでございます。なんか新鮮な4人、新鮮な4人ですね。リーダー送りでおるから。確かに今回ちょっとね、うまくコスプレとかグッズコーナーとかに行って4万5000円使わないといけないんで。確かに僕はちょっとみんなでセットアップ。おっ、わいいね。お揃い、お揃い。うわっ、いいじゃん。今ってユニバって何が進撃の巨人、アントン、あれ行くじゃん、進撃の巨人。それちょっと見てみよう。グッズコーナー行きますか。どれとこ見てみたい。はい、じゃあグッズコーナー行きましょう。イエッ。はい、ということで、まもなく進撃エリア、進撃の巨人商品で、ミカサアッカーもあったら、うまそう。リヴァイ兵
長のじゃあ欲しいあれバケツ4500円やで。違っこい。リヴァイ好きな人とかめっちゃいいんちゃう。え、リヴァイ、リヴァイ、はい、こいつは一体どういう、あえ、この今何がすごいって激アツフード心臓を捧げよう。そういう感じね。俺でも切れます。皆さんでかいやつも切れます。いや絶対巨人に食い殺されそうやな。いや逆ですね、僕は巨人側なんですよ。お前どっちかというと貴公子じゃない。クリスタみたい。これどうどう、はい、みんなどうこれで。おしょん16,000円。おいいね。みんなでコスプレ買いました。レック。はい、どうも、たけやっていきましょう。やっていきましょう。たけやでしょ。さあ、ショップに着きましたけども、ここはハンターハンター店みたいな。完璧にハンターハンターですね。火の目だ。こんなに大量の火の目やるって、クラピカ焦るやろ。え、こんなあったっけみたいな。これ、コルトピーがこうやって。あ、そっか、複製させてんのか。水見式ですよ。水見式ですよ。これ、クラピカのリングですよ。かわいい。しかもフリーサイズです。まあ、ではあるやんね。若葉はハンターハンター系で攻めたいと。はい、ただ、エン様がチョイスしてくれるかどうかという。え、エンシムシ。はい。エムシは逆に何がいいですか。ほんまにシュレックみたいな。私ですか。いやもうショウさんのセンスでいいです。難しいな、一番難しいな。ショウさんのセンス。言い方がさ、ちょっと怖い先輩にさ、お菓子買ってきてって言った時にさ、何買ってきたらいいですかって言ってさ、センスでって言われた時ぐらい怖いよ。ごめんなさい。じゃあちょっと、はい。はい、次、もう着替えた状態なので。了解です。はい、行きましょう。買いました。はい、今現在合計、36,800円です。まあじゃあとりあえず買ったので、はい、次着替えシーンどうぞ、はい、それではまずエンちゃんが着替えたみたいなんで、はい、お願いします。マスクついてる。え、かわいい。かわいい。え、超無難やし、すごいかわいいやん。エンちゃん可愛いね。ありがとうございます。すごい可愛いよ。ありがとうございます。エンちゃんすごい可愛い、ね。ありがとうございます。すごい。なんか言う。ここもうわすごい。ありがとう。あでもまあ無難に選んでるって感じだね。ありがとうございます。そうなんですね。はい、それでは翔さんがついたということで見ていきましょう。ゴーゴー。めっちゃイケてる。めっちゃいいじゃないですか。コンセプトは何ですか。ああ。お上手ですね。これをつけると、はい、というわけで以上たけやき、こんな感じです。上手ファッションです。かわいい。めっちゃかわいいです。そう、いや MC ピンクのイメージなかった。あ、確かにないです。女の子らしい。かわいい。ありがとうございます。すごいかわいい顔してるからさ、ちゃんと女の子らしい服を着てほしかったなっていう。見てはいけないものを見てしまった。今お前絶対助けられる側のピーチ姫じゃない。見捨てられる側のピーチです。冒険するタイプやろ。なんならクリボー踏み潰すやろ。なんならクッパ倒すやろ。はい、猫の襲うやろ。笑われ。ふざけ。前を見て。オッケー、あ、いい感じ。ダッサー。めっちゃかわいい。この4人ダッサー。心臓を捧げよう。よし、捧げよう。心臓を捧げよう。今からとある巨人を潰しに行く。おう。その巨人は鼻が曲がってて目が近くて、うん、肌が白い、少しデブだ、しかも足が臭い。もしやないかい。俺ちゃうて、俺ちゃうて、俺ちゃうて。サムネかこれ。おい、どこ行く。シンプルなプライベートになってるけど大丈夫か。コナン世界ちょっと行ってみたいな。今から小学生探偵を討伐しに行く。ダメだって。俺でも武器何も持ってねえ。俺ら武器持ってる。ちゃんとした立派な剣がな3本ある。ありがとうございます。いくらですか。4200円。あと残りが14,800円。あと14,800円。その調子で行っていこう。赤色やるんだけど、ネクタイやから。うまい。おいしい。
うまい。うまい。おい。あれ。いやいや下手くそ。あれま。食レポだ。チャミが頼むわ。カレーまでいいね。カレーまで。なんかさ、赤って感じ。赤って感じ。味は何色って感じ？赤、赤。これ翔さんのチャリ。あ、コナン。バラバラ、ここにコナンコラボの商品があるぜ。全種類食べるか。食べよう。多分量多いから2つ頼んで、はい、バケコしようか。はい、さあ、コナンのチキンカレー。蝶ネクタイ。操作されてる？取られてる？気のせいです。お母さん。いいな。お母さん。いいな。何？いや注意しようかなって。そんなことじゃダメだよ。あ、まあ言い過ぎやって。はい。はい、行きましょう。じゃあ次行きましょう。はい。それだけど。関西人やから。うん、待ってたやろちょっとね。ほんまに待ってた？そうです。えんちゃんごめん、カバンにこう入れといてくれへん。マジいる。アミカがめちゃめちゃちょっと釘付けになった。何ですか？黄色に光りながらシャボン玉が出るよ。ピンクに光りながらシャボン玉が出るよ。どっちがいいの？トイザラスに来てるのかな。おお。あれ1万円がなんかすごい。4800円使われた。おい、でアミカたちは48にしたくて。48ちょっと飯バリ食うか。まだ電話切れへんもんな。じゃあいけるいける。うわ、めっちゃ怒った。カメラ回ってます？回ってる回ってる。あれめっちゃ美味しいんですよ。うわー冷めるわー。めっちゃうまいっす。あ、来ましたね。うわーすげえ。来たらめっちゃ綺麗。あ、これ1個欲しいの？欲しいの？じゃあ買おう。ありがとうございます。残りあと2800円。やったー、バイヤー。先生キノコ出ないですということで、最後ちょっと2800円をゲームで使おうかなって。うわー、したい。やりましょう。はい、行きますか。商品当てて。リヴァン兵長ポップコーンバケツ4500円もするって。え、究極の紅茶フレーム。兵長入ります。あとはアッカーマン食べるよ。 あとアッカーマンの、はい、2個ぐらいとく。2個で、2個で、はい、ミカさん2です。ミカさん2です。リヴァ1ですとミカさん2です。面白いよな。さあ、それでは、はい、兵長のポップコーン、ポップコーン、ポップコーン、ポップコーンバケツと、はい、ミカサのアッカーマン、はい、いただきましょう。いただきます。いただきます。お、ほこほこ。あ、おいしい。絵がばりないな。赤からの赤やもん。はい。うますね。次、ちょっと変わったとこ行きますか。うん。逆にさ、なんか今まで言っててさ、ここのレストラン、ここの屋台好きみたいなメニューとかないの？俺はターキーレッグがやっぱ好き。ターキーレッグ派です。なくなっちゃったからな。俺が好きなやつなくなっちゃったから。あ、そのさっき言ってたな。ポークリブ。ああ。ポークリブ美味しい。まあ、あとはよく行くのはピザ屋さんですか。あー、チムさんから電話。あの、お店入るとこやな。はい、チムさんから電話。え、何？あ、翔さんお疲れ様です。今動画回してますか？もちろん。こちら45,000円コンプリートしました。おー、マジで。早っ。早っ。結構充実できましたよ。あの、負けました。今まだ4万ぐらいやったわ。うわ、でも悔しいけど、まあ、その仕方ないから、勝利者インタビューじゃないけど、なんかこのカメラに向かって一言言ってもらっていいですか？チームとしてもこっち圧勝。よいしょ。ありがとうございました。よっしゃ。俺らの歌詞みたいなもんやで。そうですね、うん。チームとしてもこっち圧勝させていただきます。でも勝ったのは俺たちだ。うわ、負けた、最悪。惜しかったですね。でも楽しんだもん勝ちなんで、なんだかんだね。準備はいいですか？準備はいいですか？
ピー3つ4つ4つ4つですね。じゃあではそれぞれピー取りに行きましょう。いや決めた。いやーよかったですね。たくさんゲートです。1個ずつ渡して。はい、はい、気持ちいい。さあ合流しました。はい、覇気に全く知らん人拍手してる。ありがとうございます。ありがとうございます。え、知ってる誰今回ですね、4対4の対決やったんですけど、はい、僕ら今4万円ぐらい使っていたんですけども、なんと先に4万5千円を達成したということで、はい、え、俺結構頑張って食べたよ。え、何でそんないった？これこれとこれとこれとあともう一個扇風機あるんですけど、これだけで1万円。風船何枚？風船2千円です。俺らゲームした。ゲームね。あれなんかルールがたけやき師匠の、じゃ あの10万円であのゲームを打ちたい。やばいやばい、言い方言い方。翔さん取ってきました。翔さんスヌーピーが取れたんですよ。実は翔さんにプレゼント。そうあーすげえ。めっちゃ USJ 来た感じが。そうなるか。まあでもまあ悔しい。まあでもね、すいません、まあ、これも作戦のうちということで、はい、乾杯しました。いやすいません、逆にちょっと楽しみすぎちゃって。くそー。さあそれでは最後、はい、まあ、僕らの方が結局こっち4万使ったから、まあ、あと1万5000残ってるわけない。1万5000円分の、フードメニュー頼みました。ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。はい、僕はビープレート。うまいカレーではガッツリガッツリ。もうみんながっつりビープレートか。ビープレートです。ビープレート、ビープレート。アミカちゃんどうしたの。バカバイ。これ食べましたらその人だって。あ、ちょっと飲ま。ほんまに動画そもそもあんま撮ってなかった、その歌物以外。8人で喋ることないんじゃない。でもなんか企画系はさ、こう久々な感じするけど、翔さんってなんかやっぱ久々な感じしないの。いや、わかる。まあちょい合うじゃん。だからもう全然俺より強い。そんな気づかない、やばい。こんぐらいまでする。楽しい。美味しい女子メンバー。いいよやな。めっちゃ世界しかまた割れてない。せーの。あー、今日ゼップとかそういうライブをやるのってどのぐらいぶりなんですか。1週間ぐらい前にビッケでやった。あ、ビッケあったですよね。ビッケキャットで、まあ、ショウさんがその言ったら同じタイミングで一緒に共演もしながら、ショウさんがどういうパフォーマンスするかっていうのを一番近くで見れるから、めっちゃハードル上げるやん。めっちゃもったいないネタをやってくれるよ。吸収したいっていう。逆にそのフォーエイトのステージもマジであの袖で見たいし。めっちゃハードルやばい。あれプレッシャーハードル上げるやん。会えるもんじゃないのし、見てほしいし、あそんな感じかっていうのが、俺らも見てほしいぐらいのつもりでいこうですね。頑張ろう。すごい、マジで今、初カタゼップやんか。はい、その日そのまま泊まって、次の日ユニバー行かねみたいな話で。泊まりありやな。とりあえずライブ終わりそのまま USG ホテル泊まりたくて。うわー、温泉行きたい。それはサウナもついてますね。温泉サウナ、温泉サウナ、整い整い。おい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 いろんなプラグ。やっぱそうなんや。この家で食ったら寝てるだけですよ、ゆうさん。いや、分からんね。一夜からからんね。あだ名団地妻や。ちょっと質問コーナー、おーいいですか。フォーエイトとおるから質問ある人いますかみたいな。なるほど。付き合うとしたら誰ですか。それはショウさんが俺らに対して。俺が男子メンバーに対して。ああ、そういうこと。なるほど。一番左からフェロモンブンブンくる。ピーチ姫で。ちょっとじゃあみんなが思う竹明の第一印象と俺が思うフォーエイトの第一印象。うわ、喋る前ですね。
ん、ああそうやね、いや俺から言って言ってもあもうええんちゃん言っちゃいましたね、じゃあもうええんちゃう神動画通り、あーちょっと見てくれてたもんな、かっこいいとからやっぱビシッと見えるしみたいな感じ、何も入ってけへんと俺はありえんのさ、狙撃手みたいな帽子かぶってんな伸びのやつ僕はなんですけど、お恥ずかしいことね、結構 YouTuber 勉強不足で、自分が YouTuber になるまで YouTube っていうものを全然見てなかったんですよ。だから、あの滝焼翔さんって音楽のイメージがちょっと強いかなって思うぐらいな、ぐらいな感じ。もう僕は、けどほんまにめちゃくちゃ真面目、もうちゃんと全部、あ、めっちゃめっちゃ見えてる周りが、だからすごい今までの人生経験が豊富な方やねんなっていうのはめっちゃ思いました。あれもうキャバクラみたいな褒め合うだけのアフター行けますよ。じゃあ若葉、はい、若葉はやっぱ最初あんまり印象なくて結構言われます、ちょっとあんま喋らんやん、あんま喋らない、人見知りなんか分かれへん、何なの、うん、いざ話し始めたら自分のこと好いてくれてて、昔から見てるみたいな、すごい言ってくれるし、めちゃくちゃ重要です。だって男女関係を表に出せるってあんまりない、しかもグループで人気あるやんか女の子から、だからすごい真面目やし、彼女に一途なところってすごい素敵やなっていう、真面目なね人多いからさ、やっぱり素敵なギャルいいよ、あんまりはほんまにでもあれじゃない、もうムードメーカーじゃない、あすごい面白いし、会えば会うほど、いや俺の勝ったら想像で女性人気すごい多分あるやん、あーやっぱ裏表かな、え、でも楽しさも同じで、その彼女さんすごい大事にしてるって話とか聞いたりとかして、やっぱりビジネスカップルでもじゃないけどさ、表面上仲良くせなあかんけど実際はみたいなの多いよ、あ多いですね、いやもう彼も裏表なし、こっちゃうのもう本当にね、真面目すぎて損する部分も多分たくさんあるんだと思うし、リーダーシップもあるけど、やっぱり自分自身の9年間やってきた失敗したこととかもいろいろあったんやけど、なんかそれになんかこう似てるなって思うとかもあって、真面目すぎて、でもなんかそれを含めて、まあこういう時期なんやなってこうちょっと客観的に見れるというか、だからこそアドバイスできることならしたいし、俺からもっと上に行ってほしいね。ありがとうございます。本当に光栄とまとめて行ってください。ありがとうございます。響く、めっちゃ響く、頑張ろう。まあね、押してくれてる可愛い男子様。女雑。一言ずつ。え、レンちゃんはもう本当にでも心の底から押してくれてるっていうことがもう分かって、いつでもどこでもなんか だから逆に動画の時ちょっと冷たい。ああ。逆にね。長いレンちゃんめっちゃ可愛い。翔さんおらん時のエイちゃんめっちゃ可愛い。確かに、回ってる時はちょっともうツンツンしてる、動画の時はパッコつけてる、パッコつけてる、この前あのドライブ来てたってんけど、その時はちょっと出れてました。おい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 、俺らの前だ、最後にあんなことされたら誰でも、そうやね、あれは落ちるわ、なんかもっとね、素で言ってくれたらいいのか、でもでもなんか逆にそのちょっとなんで不器用さも可愛らしいなって思う。あ、必死やからな、えんちゃん今顔こう、グッグーみたいな、あ、ちょっとねこたつは後で覚えときや、怖い怖い、アミカちゃんはもうほんまに、なんろ、かわいいもう本当にずっと笑顔やし、いてくれるだけで場が明るくなるというか、ほんまにそのまま成長してほしい、いろいろあると思うけど、相談してきてください。かわいい妹みたいな感じで、あ、嬉しい、ありがとうございます。MC すごいね、なんかミステリアスだからこそ、なんか知ってみたくなるけどね、普段どういうことしてんのかみたいな、ご相談にお任せします。というわけで、食べおると、食べおりましょう、もうほんまに食べました、ごちそうさまです、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。というわけで今回はホワイトさんと USJ10 万円企画、やばいやばい、上位だ、10万いっちゃった、俺のチャンネルの中で一番多いかもしれない、お金しか取られましたけど、本当にありがとうございます、ありがとうございます。5月20日にゼップベイサイド
大阪でラストフェス、俺と4ウェイトでちょっとライブやりたいと思いますんで、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ遊びに来てね。それこそね、僕と4ウェイトのオリジナル曲もあるし、うん、本当ですね。やし、なんかまあいろいろね、動画でバズったようなことも歌うかもしれへんよ、うん、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。それでは以上、ホエイト高木翔でした。バイバイ。